ヘズマリュー30には、XQ ツイッター上で自身に対する誹謗中傷の背後に潜む真実を公開し、ネット社会の暗部にメスを入れました。彼の分析によると、誹謗中傷者には、無職低学歴貧乏人人生がうまくいってない、独身実家暮らし、精神疾患4050歳という共通の7つの特徴が存在すると指摘しています。この情報は、ヘズマ自身が法的手段を用いて、誹謗中傷者の個人情報を開示請求し、得られたデータを元にしたものです。ヘズマは、誹謗中傷者に直接会いに行くという、前代未聞のアクションを起こし、その結果として神奈川県の48歳無職男性との間で50万円の示談が成立したことを報告。この行動はネット上で賛否両論を巻き起こし、多くの議論を呼んでいます。一部からは、誹謗中傷問題に対する積極的な取り組みとして評価する声も上がっていますが、中には方法論に疑問を投げかける意見も存在します。また、ヘズマは迷惑系 YouTuber としての活動から一線を画し、能登半島地震発生後は被災地支援活動に力を入れています。被災地の子供たちとの交流や炊き出し活動など、社会に対して積極的に貢献している様子が X でたびたび報告されています。これらの行動は、ヘズマのイメージを一新するきっかけとなり、以前の炎上キャラクターからの脱却を伺わせています。彼の今回の発言は、ネットにおける誹謗中傷文化に対する深い洞察を提供するとともに、被害者側からの積極的な対応がいかに重要であるかを示唆しています。また、社会貢献活動を通じて得られたポジティブな反応は、ネット上の誹謗中傷に対抗する上での一つのモデルケースとも言えるでしょう。